来年度予算案が衆議院に通過しましたけど、はい、受け止めを。そうですね、重要な予算なんですけれども、本来だともう少し補正も、ね、そうなんですが、時間を取って議論すべきだというふうに思います。参議院において引き続き、残された論点についてしっかり議論してもらいたいと思います。我々的に言うと格差の問題、それから予算そのものもふるさと創生予算も、従来のものも看板買いに過ぎないということは、衆議院の議論でも明らかになったわけですが、7割ぐらいはそういう類の予算であると、そういうこともより明らかに参議院審議の中でする必要があるというふうに思います。安全保障法制も、今並行して与党協議進んでいる段階ですので、ようやくその全貌が見えてきた段階と、参議院でしっかり議論する必要があると思います。政治とカネも文科大臣の問題などはこれからいうことが変わってきてますから、参議院において本格的に議論解明していかなきゃいけないというふうに思っています。ありがとうございます。では各社さんどうぞ。代表、産経新聞の山本ですが、ちょっと予算とは関係ない話、まず予算の話、予算の話でありますか。はい、予算というのは予算委員会を振り返ってということでお伺いしたいんですが、はい、ご指摘の通り、その政治と金の問題というのはかなり時間が割かれて、なかなか民主党として掲げる政策の議論というのとの比重というのがどうしても想定とは違ったのかなというような印象がありますが、その辺についてはどのように、報道は政治と金にかなり偏ってましたね。だけど中身は随分それ以外も含めてやってましたよ。もし足らなかったとすれば、その総時間が足らないということだと思いますね。ございますか、予算について。はい、山本さんです。産経新聞の山本です。はい、今日菅官房長官が午後の記者会見でですね、はい、岡田代表とメルケル首相の会談について触れられました。ドイツ政府からですね、過去の問題について日本政府がどうすべきか発言した事実はないとの説明が政府側にあったという趣旨のことを官房長官おっしゃられてます。代表の方から今一度メルケルさんとの、やり取りについて官房長官と認識が差があるかと思うんですが、改めてご説明をお願いできますでしょうか。まずドイツ大使館から民主党に対して何か言ってきたかというと何もありません。それからこれ両者でやったことですので、私もかなり丸めて言ってます。全部は言ってないんですけれども、少なくとも私が慰安婦の問題について、全く触れていない中でメルケル首相が慰安婦の問題を取り上げたことは、これは紛れもない事実。どういったかということは、それぞれこちらにはこちらの記録は残っていますけれども、双方の考え方があるでしょうから詳しくは申し上げませんが、私ももちろん日本だけが一方的に努力すべきだというようなことはブリーフしてませんので、もう問題を解決した方がいいという、お話があったということですね。はい、そこはそういうことだというふうに思います。よろしいでしょうか。よろしいですか。問題解決した方がいいということと、あと和解することが重要だというお話も先方から終わりだったということで、和解は一般論として、そういうドイツの話を説明していく中で日本についても言及されたと。ただナチの場合とは違うかもしれないということは言われました。私もブリーフしましたが、スペインとかあるいは盗賊のことを例に挙げられて、説明もされていました。そういう説明をされたということは日本のことについて当然念頭に置いて発言されているということですね。先ほど代議士会の中で統一戦で勝ちたいというようなご発言があったかと思うんですが、改めて統一戦での目標、またそれをその、地方で選挙に立たれる民主党の人たちに対して国会での論戦というのはどのように影響していくというふうにお考えか伺いたいと思います。統一地方選挙非常に重要で、候補者の擁立作業もまだ続いてますけれども、現職と比べれば
擁立はかなり公認推薦含めてですね、擁立することができたと思います。まあ、さらに女性の候補者など増やせる余地がないか、お願いを各県連にお願いしているということです。国会での議論というのはまあ、それはいろんな国政とそれから統一地方選挙が違うという議論もあるでしょうけれども、それほど安倍政権にさまざまな問題があるということは伝わったんじゃないかというふうに思っています。はい、よろしいですか。そろそろ時間なので、はい、はい、じゃあ終わります。ありがとうございました。